だと手を切れ。今度ばかりは俺も腹に据えかねたぜ。このアジトを教えたのはあの藤子に違えねえんだからな。冗談きついぜ。つまらぬ見えから与えた恩をあだで受け取る不甲斐なさ。所詮女は魔性のものか。ねえのか。大変だ、事件。石ころを渡すんだったな。